上写真の左右に見える棒状のものが軌状である。レール軌状とは、鉄道の線路を構成する要素の一つで、車両を直接指示し、車輪の転動のガイドとなる役割を持つ。一般的には、レールと呼ばれる場合が多い。鉄鋼分野では、上降の一種に分類されている。一般的には、断面が逆 T の字型をした棒状の構成品が、用いられる。 これを、所定の間隔で2本平行に並べ、銅床の上に並べられた枕木の上に締結装置を用いて固定する。枕木と木上は垂直である。このようにして敷かれた線路上を走る鉄道を普通鉄道という。普通鉄道のほか、桁状の1本の案内路を使うモノレールや、特殊な案内路を用いる案内機上式鉄道もあり、 これらの軌道の材質は鋼に限られず、コンクリートなども用いられる。ここでは、普通鉄道に使われる構成の断面が逆、T 字型をした鉄道レールを中心に記述する。レールは、車両の重量を直接に支え車輪からの一点荷重を枕木と同床に分布させるほか、車両に安全で滑らかな走行面を与える役割を持つ。さらにレールは、 車輪が脱線しないように車両を案内する役割を持っている。そのためレールは車輪の軸重による垂直荷重のほか、多行動や曲線での大圧荷重や水平荷重、曲線走行時、車両の遠心力から車輪を介して伝わる外力に十分に耐えられるものでなければならない。また、電気鉄道区間のレールは動力車の電流の規線路としての役割を持ち、 さらに自動信号区間のレールは、軌道回路が流れることで、信号保安装置の一部の機能としての役割も持っている。指向性が良好でかつ、対応年数が長いレールとしては、対摩耗性、対接触疲労性、溶接性、対触性の4点が、特に重要な項目となってくる。レールの断面形状による、分類一強型レール、二相当レール、 三ゴズレール四、平底レール、五甲付きレールレールの断面の形状として望ましい、条件としては次のことが挙げられる。レールの断面形状には、橋型レール、相当レール、ゴズレール、平底レール、溝付きレールなどの種類がある。橋型レールは、底部から頭部にかけて同じ幅で垂直に、上がっているのが特徴であり、最近では使用されていない。 相当レールは、I 形断面で、上下の両頭部が同型であり、点頭して、上下を変えれば、再利用ができる。ゴズレールは、相当レールを改良したものである。両者はイギリスなどで使用されていたのを、日本では、鉄道創業時に、イギリスから購入して採用されていた。平底レールは、底部の形状が安定しやすいように幅を広げた、形状となっており、 列車走行の荷重に対する曲げ強度も高く、摩耗にも強い、大圧に対しても安定性があり、レールの基本形状として国内外ともに使用されている。溝付きレールは路面電車で使用されている。日本の営業用鉄道では長さ1メートルあたりの重量が80キログラム、60キログラム、50キログラム、40キログラム、37キログラム。 30kg の規格が使われており、普通レールと呼ばれる。重量の大きいものほど、乗り心地に優れ線路の狂いが生じにくく、重量のある列車が通る路線、列車が高速で走行する路線、運行頻度の高い路線に適している。また、その後の改良設計により、従来より高さを高くして、断面二次モーメントを大きくした N 型レールが、 在来専用として使用されている。明日は、米国土木学会が定めた企画。PS は、ペンシルバニア鉄道企画の略。レールのポンド表示は、長さ1ヤードあたりの重量をポンド。なお、国際企画では、35kg マイメートル以上のレールを普通レールとしている。異なる重量のレールの境界部には、中継レールや、異形継ぎメーターを用いる。 分岐技用特殊レールには以下の規格がある。通常の鉄道用の普通レール以外に工事用や鉱山用のトロッコなどで使う細いレールもあり軽レールと呼称される。普通レールに摩耗の進行を抑えるために焼き入れと呼ばれる熱処理を施して強度、硬さを増した熱処理レールと呼ばれるレールがある。これには HH340 レールと HH370 レールがある。頭部全断面熱処理レールは、曲線部の外側レールなどに用いられる。単頭部熱処理レールは、レールに大きな負荷がかかるが、ロングレールが使用できず、継ぎ目を設けねばならないような箇所に用いるとされる。レールは、単部同士をつないで用いる。この接続方法は左右のレールを体に接続する。 相対式継ぎ目方式と左右のレールが対ではなく、それぞれをほぼ交互に接続する相互式継ぎ目方式の2種類がある。前者はレールの下に設置された枕木の補強や信号回路の分断がやりやすいが、継ぎ目の沈下が発生しやすい。後者は継ぎ目の沈下や走行中の列車の揺れは減るが、逆に列車のローリングが走行中に起こりやすくなる。 このため、21世紀における、世界各国の鉄道では、相互式継ぎ目を採用している事例は少なくなっている。継ぎ目の観点から、レールの長さによる区分を以下に述べる。レールの標準の長さは、日本の場合、1本25メートルで、定尺レールと呼ぶ。線路では、これを継ぎ目では、 レール同士を突合せて突合せ継ぎ目とし継ぎ目板でつないで連続させて用いている。レールの継ぎ目をつなぐ継ぎ目板には断面形状により短冊型、L 型、I 型が用いられており、I 型は N 型レールで使用されている。また、レールの継ぎ目の間では適当な隙間を継ぎ目板の中間で設定している。これはレールが気温や 日射の変化に応じて伸縮するためであり、レール自身の温度は、気温の他に直射日光が当たるところでは相当高くなり、その温度差は60摂氏80度となる。そのため、停射クレールでは、摂氏40度において1ト、mm、ル摂氏0度において1 3ト、mm、ル程度としている。車輪が、レールの継ぎ目を通過する際に発生する、ガタンゴトンという音は、 ジョイントオンと呼ばれる。継ぎ目構造の望ましい条件としては次のことが挙げられる。継ぎ目板とレールを締結しているボルトナットにはレールの温度による伸縮に対して支障が起きない条件が要求される筋底力で締結されておりナットの緩みを防止するためナットと継ぎ目板の間にロックナットワッシャーを挿入している。またレールは電気車による 電気運転において使用された動力電流を変電所に戻す規制や軌道回路により使用される電流を流すための電流回路としても利用されるため、継ぎ目板とレールとの間の接触面ではサビなどで電気抵抗が大きくなることを防ぐため、レールの継ぎ目の間にレールボンドや信号ボンドをつないでおり、ハンダ合金によりレールに溶着されている。また、 軌道回路の境界などで絶縁が必要な場合には、継ぎ目板とレールの間に絶縁プレートを挟み、かつ、ボルトと、ぎ目板の間に絶縁チューブを挿入して、軌道回路のための絶縁を確保している。これを、絶縁継ぎ目という。一方、定尺レールを溶接してつないだレールもある。このうち、全長200メートル以上のレールを、ロングレールという。 継ぎ目を減らすことで、保守作業の省力化や、騒音、振動対策で、乗り心地の向上が目指せる。2014年には、新日鉄住金八幡製鉄所が、長さ150メートルのレールを出荷する体制を、整えており、溶接する労力の低下にや、ロングレール化した、際の精度の向上を目指す動きも見られる。ロングレールの中央部は枕木に固く締結し、 枕木の周囲にバラストを十分に敷き詰めることで、気温変化によるレール方向の伸縮は抑え込まれており、常にレール内部には、応力が発生している。しかし、端部は、温度変化により定着レールよりも大きく、伸縮するため、通常の突合せ継ぎ目ではなく、伸縮継ぎ目が用いられる。枕木への締結力や枕木の周囲に敷き詰められた、バラストの量、 レール温度の管理などが十分でないと、猛暑時のレールがぐにゃりと曲がる事故や、極寒時の収縮により、レールが破断する事故が発生することもある。これらは前述のロングレールの不動区間が、温度変化により、レール方向に伸縮する軸力に耐えきれなくなった時に発生する。ロングレール区間では、初期の頃は、伸縮継手を軌道回路の区分前後に設置し、 通常のレール間を絶縁継ぎ目でつないで軌道回路を絶縁分割するが1970年に強力な接着剤をレールと継ぎ目板の間に接着してレールの軸力と列車衝撃強度に耐えるとともに電気絶縁性能を十分に持たせた接着絶縁レールを用いて軌道回路を絶縁分割する方式が採用されているこの方式には 最初の頃は、湿式法が採用されていたが、1年未満で、接着部が剥離する損傷が発生したため、1984年に、エポキシ樹脂を、プレート上に、予備成形した、固定接着剤をレールと、継ぎ目板の間に圧着して加熱する、乾式法が現在において採用されている。最近では、 レールのボルト穴の空撃部に接着剤を充填して、レールと継ぎ目板の間の接着層内にテフロンシートを介在させることで、継ぎ目板からの接着剤の剥離と継ぎ目板の腐食を防止するともに、電気絶縁性能をさらに上げた改良系の乾式法が採用されつつある。この方式では、レールのウィークポイントである絶縁継ぎ目がなくなりかつ、 軌道回路ごとに絶縁付き伸縮継手を挿入すするるるる必要ががななくなるのが採用するメリットである日本でのロングレールは東海道新幹線で本格的に採用され、その後在来線や私鉄の幹線にも導入が進んでいる。なお、溶接後の処理が甘いか、長期間の使用により、もともと継ぎ目だった部分からジョイント音が聞こえてくる。また、 ロングレールの長さには限度があるため、継ぎ目を全くなくすことはできない。またロングレールは万能ではなく急カーブのあるところへの付設は、レールの変魔網の観点から適当ではなく、特に半径300メートル未満のカーブ区間では、レール自身の弾性で反発が強くなるため使用には適さない。このことから、急カーブの区間は、停車クレールが使用される。 軽レールの長さは数メートルのものが多い。レールの刻印高温で熱した鋼貝をローラーを組み合わせて作られた圧縁機に通して圧縁する。圧縁機は段階に合わせて数台あり、そこを複数回往復させる複雑な工程を経て製造される。不純物は両端に溜まりやすいので、日本では長く作ってから両端を切断する方法が取られている。 また、製造時では、レールに対して、各種試験を行い、レールの品質の確保を行っている。製造されたレールの腹部には、断面形状、質量、製造法、製造者名、製造年月などが刻印される。材料としては、強度、耐摩耗性、耐食性などから高炭素鋼が用いられる。この材質は、刃物ほど硬くはないが、 相当の人生と対接触疲労性があり溶接が可能である条件をもとに成分が決められている。腐食に対しては無塗装でも比較的良好な状態を保つ。海岸部ではサビの進行を抑える酸化皮膜が塩化物イオンにより破れるのでサビの進行が早くなる。地下水で湿潤なトンネルの中でのサビの進行は意外に遅いが配線または 線路の使用中止により列車が上を通過しなくなった機場はサビの進行が進みやすくなる。これは列車の通過により巻き起こされる風の効果であることが判明している。十分な酸素の供給により不動体化するという説がある。また車両からのオイルなどが表面を覆って結果的に腐食を防いでいることもある。レールの損傷は 製造時の材質欠陥などによる先天的なものと、付設後の車両荷重などによる後天的なものに対別される。レールは和絵を直径 10mm を楕円形状した接触面で支えており、1GPA に及ぶ応力が発生して、レール表面が変形する中で車輪が通過することで、レールに様々な損傷が発生する。 こうした転がり接触によるレールの損傷には、レールシェリング、きしみ割れ、空転症、摩耗が発生する。レールの劣化メカニズムを解明するために、有限要素法が有用であり、スーパーコンピューターを用いた、大規模な並列計算によってシミュレーションする技術の開発が進められている。レールには寿命があり、レールを取り替えることで、レールの性能を維持させる。 50kg レールでの摩耗によるレールの取り替えは、高さで約 15mm、断面積で約20%を許容限度としている。普通は10年から25年を標準として取り替えているが、急曲線かつ輸送密度の高い区間では1年足らずで取り替える場合がある。また、通過トン数では2から5億トンくらいがレール交換の目安とされている。 曲線で、外機のゲージコーナーが、車輪のフランジと接触することによる摩耗を、側摩耗と称し、レール交換の主因となっている。また、レール表面が一定の間隔で摩耗、または、蘇性変形して連続した凹凸が発生する摩耗を、波状摩耗と称し、この摩耗は、列車走行時に振動が発生し、騒音妨害や、補線上の問題が生じやすくなる。 デミ差が大きい、排水が十分にできない場合は微弱電流による腐食が発生する。トンネルや海岸に近い路線ではレールの腐食が早く進行する。特にトンネルの出入り口から200メートル付近までのレールは塩分の飛来が起こりやすいが雨などで流されることがないため腐食が進みやすいという調査結果がある。車輪、またはソリが発明されて 重量のある物体の輸送が行われるようになると、地面が柔らかい場所では、次第に深い輪だちが刻み込まれて、それに沿って輸送されるようになった。鉄は、雨が降って泥沼化した場合に、輸送の障害となり、また鉄と異なる方向へ向きを変えるときにも、大きな障害となるため、これに対処するために、地面側での工夫を必要とした。 路面全体に石を敷き詰めて舗装した場合は道路へと発展するが車輪の間隔が一定のものに統一されている場合には車輪の元に当たる部分にだけ板や石を敷き詰めるという対処も行われたこれは機上の原始的なものと見ることができる原始的なレールを使って動物や人に荷車を引かせる方法は期限前から行われていたとされドイツフライブルクにある フライブルク大聖堂のステンドグラスにもその光景は残されている。16世紀のイギリスには無数の馬車軌道があったとされている。その後レールは鉱山地帯における輸送に広く用いられ、次第に改良が進められていった。当初は鉄が貴重品であったため菓子の木が用いられていたが、摩耗が激しく保守担当者の悩みの種となっていた。 1738年、カンバーランドにおいて、初めて中鉄を利用したレールが登場したが、これは、木材の基板の上に薄い帯状の鉄を貼り付けた、だけのもので、しかもカーブなど摩耗しやすい場所にだけ用いられていた。1750年代頃になると、カーブだけではなくすべての区間で中鉄の板を取り付ける、ことが一般化した。しかし中鉄は曲げに弱く、 脱線事故も多発し続けた。1767年、コールブルックレールの製鉄所技師、リチャードレーノルズは、生産量が増加して、余剰気味になってきた中鉄の使い道として、トロッコに使う目的のレールの生産を開始し、この時に、レールに、フランジが取り付けられた。レールの両側に、ツバが取り付けられて、車輪の脱落を防ぐ仕組みとなっていた。 しかし、レールと車輪がきしみ合って、うまく走れず、また雨水や落ち葉などが溝に溜まるという問題があった。1776年、ベンジャミンカーがこの欠点を解消するために、片方のツバを取り除いた L 字型のレールを発明した。これにより、車両の走行は、格段に容易となった。1789年、土木技師のウィリアム・ジェソープは、 車輪側にフランジを取り付けて、レールの上面は平らにする方式を発明した。漁服型と呼ばれる下側が膨れたレールを使用している。これにより、大幅に脱線の確率が減少し、安定的に鉄道輸送を行うことが可能になった。このためジェソップは、鉄道軌道の父と呼ばれている。 依然として中鉄によって製造されていたレールの接損が問題となっており、1803年にニクソンが連鉄のレールを発明したが、技術面、コスト面の問題から使用されなかった。それまでは鉱山における資材輸送用のトロッコに用いられていただけであった。レールは蒸気機関車が登場することによって、近代的な交通機関の一翼を担うことになった。 初期には平らなレールの上を鉄製の車輪を持った機関車で牽引しようとすると車輪が空転すると考えられており1812年にジョン・ブレンキンソップによってラックレールが考案されたが実験の結果よほどの急勾配でない限りラックは不要であることが判明した初めての実用的な蒸気機関車を利用した鉄道であるリバプールマンチェスター鉄道は 1830年に中鉄製のレールを使用して開業した。このため摩耗によりレールは頻繁に交換する必要があった。1831年、アメリカのロバート・スティーブンスが平底の現在用いられているのと同じようなレールを発明した。これは犬釘を用いることで簡単に枕木に固定することができるという長所があり、 世界中に普及して、現在のレールの原型となった。1837年、イギリスのジョセフ・ロックが、相当レールを、発明した。レールをチェアとくさびによって固定するもので、レールが上下が同じ形をしているためひっくり返す、ことでどちらも走行用に使用することができるという、ものであった。しかし、チェアとテーブの接触箇所で摩耗が生じ、 ひっくり返しても円滑な走行面が得られなかった。1856年、イギリスのヘンリー・ベッセマーが、天炉に空気を吹き込むことで鉄から炭素分を除去して、鋼鉄を生産する方法を発明した。同年にシーメンス兄弟が平炉を発明し、さらに1864年、フランスのピエール・マルタンが改良して工業化に成功し、 シーメンス・マルタン法による鋼鉄の生産が可能となった。1877年、イギリスのシドニー・トーマスが、ベッセマー成功法を改良して、リンを取り除くことができるようになった。これらの鋼鉄の生産に関する技術進歩を受けて、鋼鉄製のレールが一般に普及していった。最初に鋼鉄製のレールが使用されたのは、 イギリスのミッドランド鉄道のダービー地区で、ベッセマー成功法が発明されたすぐ翌年の1857年のことであった。それまで3ヶ月ごとに交換を必要としていた区間で、16年間交換なしに使用することができたとの記録がある。現在のレールは、スティーブンスの平底レールを鋼鉄を用いて作っているもので、材質や、 重量の増大などの点での進歩はあるが、基本的には19世紀に完成された技術で成り立っている。相当レール、日本初の営業用鉄道の開業は1872年のことであるが、最初に使われたのは、イギリスダーリンテンアイアン社の1870年製の相当レールである。相当レールとは、レールテーブの平らな部分がなく、 上下とも走行用に使用可能な IG 型の形状をしていた。日本では1927年頃までイギリス、ドイツ、アメリカ合衆国などから輸入したレールを使用していたが国内生産品で賄えるようになったことからレールの輸入は原則として終焉を迎えた。ただし路面電車用の特殊形状のレールはわずかではあるが 後年まで輸入品が使用された。近年になって、保守の軽減性から、ミゾレール類が再輸入され、富山ライトレール、土砂電気鉄道、熊本市交通局の路面電車などで使用されている。1901年の関営や渡製鉄所の開所に、伴い、日本国内でもレールの圧縁が開始された。1901年の生産はわずか1086トンとされている。 1926年頃までは生産が追いつかず輸入品と併用されたが、この頃より生産体制が整い、レールの国産化が完了した。八幡製鉄所では、富士製鉄との合併により、新日本製鉄となりさらに、住友金属工業との合併により、新日鉄住金となった現在でも、八幡地区でレールの生産が行われている。 1952年からは、富士製鉄釜石製鉄所でもレールの生産が開始された。1970年の八幡製鉄と富士製鉄の合併の際、日本国内のレール生産が合併後の新日本製鉄一社のみとなり、独占禁止法に転職する可能性が高くなったため、この釜石の設備を日本港関福山製鉄所に売却、移設を行った。 日本交換は2003年に川崎製鉄と合併し JFE スチールと名前を変えたが現在もレールの生産を行っている以後現在に至るまでレールのほとんどが国産品で賄われているまた日本で製造されたレールは海外にも輸出され高い評価を得ている設置途大器の上屋根を支持する相当レール使用後のレールは 駅のプラットホームの屋根や、古線橋などの骨組み、電化線路の河川柱、線路際の柵などの部材として再利用されることがある。現在は、建築基準法などの改正や、レール自体がより、レールとしての使用に特化した素材蘇生へと変化しているため、建築資材には使われなくなった。また、古いレールを再利用したホームの屋根なども、高架化や地下化、 バリアフリー対応などに伴う駅の改築で徐々に姿を消しつつあるが元々のコレールの再利用例が多いことから各所で見ることができる。現状は鉄道関連イベントなどで1センチメートル程度に薄くスライスしてメッキ等を施したものが文鎮などの記念品として販売されることがある他は屑鉄として回収され成功原料として再利用されている。 クズ鉄としては高品位であるため、廃線跡に残されたレールが、盗難に遭う事件も発生している。日本で使用するレール類は、日本産業規格により、規格が定められている。レールに関する規格と、次メイタに関する規格は、以下の通り。日本での普通レールの製造メーカー日本での、軽レールの製造メーカー他機場に関連する項目、ありがとうございます。